ぞーハロリヌーもう撮ってるやん早いってお邪魔しまーすお邪魔しまーす出ました。謎の彼女 X え知ってる知らない。嘘、私がすごい好きな漫画なの。その X 何なの答え分かんない未知数何なの池上さんとりあえずあ、俺らからのお土産。え、嘘、ありがとう。富士山ミニチュアクランチチョコレートすごい、ありがとう。ほんま喜んでるかそれで。基本的にさ、反応薄いよね。大丈夫しんすけど水の角度は30度どうもですね。で、ツーラピンポーン。これについて議論しよう、ほんまに。これ30度かな、ほんまに。これだ、それ分かる、これちょっとこれ怖い怖い結構怪しいで、これでもこれ結構怪しい。112ページが2000円やから、1ページあたりだいたい20円弱の価値がないとダメっていうことで。確かに、20円以下の価値の探すゲームする。そう、それやろう。口癖はありますか。コミュ障です、かっこわら。これ2円ぐらい。でも、ちょっと待って、ゆきりの因数分解、恋愛変態感じで、何これ。因数って言葉意味わかってる。ゆきりの因数分解。今多項式なんや。今多項式、今多項式。 XYZ 因数分解で言ってるのと一緒やから。確かに。これ分かんちゃう。何で？これまずい。これまずいじゃん。なんでどういうこと？でも意図的にさ、足の角度見てこれ。でもパンツ見えるもん。到着台結って言ってる。到着台結ってやってるから。ここは見せたかったってことで。あんまりこれじゃ言うとまずい。ここカットしててね。カットしててないとこいいかな。逆に使われるみたいなとこあるからな。でもちょっと、2円ぐらいの価値のあるページ、あんまりちょっと分からなかったな。まあ結果的にだから5000円分ぐらいの価値があるものが2000円で売られてるってことでそういうことでしょ。そうするとめちゃめちゃいい。これはもうほんまこれ買った方がええわ。急にちゃんと読みたいな。これなちゃんと読みたい。ほんまに普通に欲しい。花子、聖マジョリエスタ女学院を中退後、モデル活動に専念するって。そんなんお前ってならへん。何どうした急にってなるんで、ゆきりのページ。ゆきりのと親交のあるウールクリエイターがって書いてんのにさ、これ誰ってなるやろね。そう、今日ね、お土産をね、買ったの。東京お土産みたいなの。東京でも、よく来るから俺別に。何東京で。東京お土産、じゃあ持ってきていい？持ってきて、ください。でもね、何人分あんの？全然いっすよ。なぜ？バレ。先に挨拶した方がよかったかな。いや、それ今言われても。どうも、中です。どうも、中です。どうも、どうも、パワです。ペンギンと俺が入れ替わってドッキリするわ。目がさ、殺すぞみたいな感じしてるじゃん。それ目やめて。喜ばそうと思ってやってるからこっちはさ。ということで、まあ、ファミなのにわざわざ来てくれたから、今日は。いや、ほんとにね。はい、あげる。はい、はい、ありがとう。ちょっと待って。いや、俺さ、雑。お土産が雑。ジャパンだって。で、なんかこれ見覚えがあるなって思って。アイラブ、グアム。そう。あ、そういうことか。そう。あ、でも俺結構胸あるで。入った。全然入った。やっぱりな、ちょっと曲線を描いてる。あ、みんなで食べてね。めっちゃ美味しそう、これ。でも色的に全部、わかび説はあるんで、まだ。これ普通に美味しそうです、これ。俺マスカット好きなの。え？なんで？歯磨きしたってるから。大変だ、スクレーシング。全然大変じゃないよ、何もしない。息して光合成してるだけ。息して。光合成完了。それ懐かしいな、あれ何のことだろう。あれでできるけど、マイク。ほんまにやんの？ほんまに。ルキが逃げ出したら言っちゃった。見本っていう手でやるわ、一旦。じゃあそれ使うね。やめろ。